どうも写真家タグロです。はい、最近ですね、インスタグラム、まあ一眼ね、最近こう、そう、大阪からかな、大阪から結構使い始めてるんですけど、その大阪のオフ会あった時も、その一眼レフをですね、もう持ち歩いて街中を歩いて写真撮って、それをインスタにアップするみたいなことやってたんですけど、この前その写真をアップしたんですね、一眼で撮ったやつ。そうしたらコメント欄に写真家ですね、写真家ってコメントが入ってたんで、まあ、写真家ですね。めちゃめちゃ綺麗に撮れて、別にこれぼやく、写真家拓郎のぼやきみたいな感じです。ただぼやいてくって、やっぱね思ったんですけど、やっぱあっても使ってなかったんで、僕その今までこれ一眼レフ買った理由が、その写真も動画目的で買ったんで、まあ、これも動画撮ってますけど、動画目的で買ったわけですよ。だからその写真を撮るっていうのはあんまりね、まあ、綺麗に撮れますけれども、まあ、iPhone の方が楽だし、だけどそのこの、ね、ベルトをつけてね、このこう持ってやるとすごいんですよ。だから花、今日はねめっちゃ花撮ったんですけど、花めちゃめちゃね、もうなんか綺麗に撮れるんですよ。なんかやっぱね、一眼を持ち歩いてこう歩くっていう、歩くと新しい発見があるっていうか、めちゃくちゃいいなっていう、そう、新しい発見があるんですよ。一眼を持って散歩するとめちゃめちゃ新しい発見がありますね。なんかめっちゃ綺麗に撮れるんで、歩きながら感動できるんですよ。すごくないですか。歩きながら普通の道でも花とか咲いてるじゃないですか。それをいい感じで撮ると、そう、この前もなんかその排水溝に、なんかそのインスタでアップしたんですけど、排水溝の中にこの一輪のタンポポが咲いてるんですよね。これいいやんみたいな撮ったんですけど、かなりいい感じですよ。だからその何気ないところでもなんかドラマが生まれるっていうね。これはね、一眼なくしてならないっていうね。やっぱその一眼の質感はやっぱ iPhone じゃなかなか出せない部分、今ポートレート機能とかありますけど、やっぱ一眼には勝てないかなって。そりゃそうですよね。まあ iPhone ってそもそもカメラじゃないじゃないですか。カメラ機能がついてますよってだけであって、カメラじゃないんで、もうこれカメラなんで。カメラ専属で作ってるやつに勝つのは結構難しいですよね。まあ、今度の iPhone はなんかカメラが3つつくみたいですけどね、なんかわかんない、そういう噂がついてますけど、そのうちまあ一眼を超えていくテクノロジーが出るのかもしれないですけど、さらにそれを超える一眼レフも出てくると思うんで、あれだけど、一眼いいっすよ。一眼面白いですね。そう、鷲津さんもね、この前沖縄で一眼で結構動画撮ってたみたいですけど、一眼本当にいいっすね。で、僕が使ってる一眼レフっていうのがキヤノンの 6M だったかな、 M6、 ですね、キヤノンの、M6 ですね。ちょっとよく忘れちゃうんですけど、 M6 です。 M6 ってやつが一番僕は軽くて、キヤノンの KISS M っていうのがあるのかな、あれもいいんですけど、軽くていいんですけど、なんだろうな、これより重いんですよ。これより重いんで、これが一番軽いんじゃないかな。で、あとね、そのこのこういうのはついてるんですね、こう覗きやファインダーみたいな。でこれついてないんですけど、これいいっすよ。まあ、この YouTube の下にリンク入れとくんで、 M6 で、そんな高くないです。ダブル望遠レンズキットで Amazon で7、8万だと思います。ダブルズーム、全部ダブルズームと標準ズームのダブルズームキットかな、それで7万か8万だったと思うんで、で僕ね、もうこのレンズ 4つ買いましたからね。レンズ4つ買いました。これ単焦点で撮ってるんですけど、今単焦点っていうレンズで撮ってるんですけど、単焦点もこの前買って、まあ光学と標準レンズと、あとまあこれは最初から作ってたんですけど、あと広角 広く撮れるやつですね。はい、だから結構ね、その海で撮ったやつは広角レンズですね。海で撮った綺麗なやつは広角レンズでやってます。だからバーンって撮るときは広角で、このキヤノンの M シリーズの広角レンズが非常にね、いいです。非常に広角レンズ、あれ紙レンズですね、あれはすごく綺麗に撮れますね、広角レンズ。で、あと僕がね、この一眼レフに触って思ったことが、なんだ、
フルサイズみたいなのあるんですよ。フルサイズっていうのが。でフルサイズだともっと綺麗に撮れるらしいんですけど、それは撮れるでしょうね、フルサイズだから。だけど重いんですよ、やたら。やっぱね、やたら重いんですよね。そう、僕もね、あの1時間ぐらいね、ヨドバシカメラとかでこうやってたんですけど、店員さんにあなんか笑われましたからね。1時間ぐらいずっとやってるんですよ、こうやって。もう家電マニアなんで、ね、やっぱ重いんですよね。でいいなと思うんですけど、やっぱ持ち運びするってなった場合、やっぱあれをねずっと持ち運びするのはね結構きついかなっていう。でこれだったらマジで持ち運び全然できるんですよ。だからこのサイズだと全然大丈夫です。てか十分ですね、これで。であとこの僕が選んだやつは、そのこの自撮り用のこのパカっていけるんで、パカってこうパカができるんで、これで大事です。であとそのキヤノンのやつだと、このピンマイクとかね、マイクも今ピンマイクで撮ってるんですけど、マイクもあるんですよ。であやさんが持ってるルミックスの9だったかな、なんかルミックスのやつもすごく綺麗にまあまあ撮れるんですけど、あれはねイヤホンの端子がないんですよ。あれも軽くてめっちゃ持ち運びできるんですけど、イヤホン端子がないんですよね。だからこっちイヤホン端子あるんで、まあそのマイクもすぐ直結でつなげられますし、もう僕はこれが一番いいですね、今のところ。だからまあ新しい一眼レフ買おうかなと思ったんですけど、これでいいなっていう、これ使い倒せばいいやみたいな。十分き写真もね、まあまあ普通に十分綺麗に撮れるんで、そう、はい。なんか魚が死んでるな、魚が死んでますね。あそこ魚が死んでる、魚が死んでた、亀がお、すごい、ちょっと映していいですか。ちょっとこれズーム、これ単焦点なんで映るかな。あ、亀が逃げちゃった。あ、亀ちゃん逃げちゃった。ほら亀ちゃん、あ、でも結構綺麗に撮れますね、単焦点。ほら亀がなんかさっきの、あ、魚ちゃんをなんかそこに見えます、亀がね、魚をこうなんかこうやって海岸に持ってったのかな。はい、魚さんが死んでましたね。はい、あ、ちょっと光が来ない、来た。はい、ということで一眼いいよっていう話です。綺麗に撮れるんで面白いですよ。まあ、この YouTube の下に僕が使ってるキットですね。あとね、その鷲津さんも大絶賛してたんですけど、この今僕が使ってるこの、結構寄れますね。これはそのスマホにもいけるんですけど、これも載せときます。これめっちゃいいっすよ。ちょっとこれもめっちゃいい。これもめっちゃいいっす。これいいっすね。はい、これいいっす。これはマジ神ですね。で今これにつけてやってるんですけど、僕もいろいろね、そのいろいろ探していろいろ使ってきたんですけど、これは神ですね。まあちょっと重いですけどね。ただ iPhone にもいけるし、まあ、これぐらいのコンパクトの一眼レフは十分いけます。うん。はい、全然耐えられます。ということで終わりたいと思います。